ベネズエラ人は、ベネズエラという南アメリカにある多民族国家の国民である。ベネズエラ人は、カトリック教徒でスペイン語を話す人が圧倒的に多く、ベネズエラ人の多くはもともと、ヨーロッパ人、アフリカ人、アメリカ先住民であった。人口の51.6%は、ヨーロッパ人、アフリカ人、アメリカ先住民からなるメスティーソであり、43.6%の、 ベネズエラ人はヨーロッパ人もしくはアラブ人である。3.6%は黒人アフリカ人の子孫であり、3.2%はアメリカ先住民である。さきコロンブスキー以前の時代は、それで一括りの時代となっていて、たくさんの移民が現在のアメリカ大陸に入ってきが、そこにいた人たちには何かを書くという習慣がなかったため、書面で何も残してなく、最初に、 どの民族が住んでいたのかという記録を探すのは困難であった。しかし、考古学者の調査によりこの大陸で昔どういうことがあったのかということがわかるようになった。最初のベネズエラ人は1万6000年前に確認された。これはベネズエラ南部からアマゾン川流域へ、ベネズエラ西部からロスアンデスとカリブ海付近のベネズエラ北部へというアメリカ大陸の 先住民文化を持った移民の流れを見るとわかる。現在のベネズエラを形成するまでに4つの時代があった。そして現在新たな時代に入ろうとしているが、一つ前の時代が終わったという意味ではない。最初の南アメリカ大陸への移民はおそらく1万5000年前にあった東アジアからの移民であろうと見られる。この最初の移民はまず北アメリカに到達し、その後、 現在のベネズエラへ移動した。その子孫たちは明らかにそこでの気候や生活様式に対応できるアジア人の特徴を持っていた。この時代には多くの哺乳類の動物が5000年前に起きた異常気象により亡くなった。結果、本土に行った人たちは食料を求めて海岸沿いの地域や近くの島へ移動した。1498年8月2日。 クリストファー・コロンブスとスペインの植民地開拓者の船がアメリカ本土に到着し、現在のベネズエラ領土にも到着した。地方の先住民の反撃もあったが、スペインによる征服は順調に進んで、ベネズエラ領土を制覇し、そこでの偉人種同士の結婚を経て、現在のベネズエラの社会の基礎となるものが出来上がった。時が経ち、3番目の人種である、 アフリカ人も入ってきたことにより、また新たない人種同士の結婚があり、ベネズエラ人の人種の一つを構成するようになった。植民地化の時代、ベネズエラには、パニンスラー・ワイツというイベリア半島出身の白人が15%、いて、上位の地位を独占した。ベネズエラには、もう一つのカナリア諸島出身の白人グループがいて、クレオールといい、人口の20%を占め主に小規模の、 貿易ショーを行った残り二つグループはそれに比べると人数が少ないが、もともとベネズエラに住んでいた人たちとアフリカ出身の黒人がいたが、彼らは全人口の約5%であった。その後、もともとベネズエラに住んでいた人たちは他の人種の人たちとの結婚を繰り返し、いろいろな人種が出来上がった。褐色人種とは白人、インディアン、 黒人の人たちによる根血であり、18世紀には褐色人種がベネズエラで最も多い人種となり、全人口の60%を占めた。現在ベネズエラではメスティーソの人種が多いが、それは今までの人種構成のプロセスによるものである。ベネズエラにはたくさんの人種が存在し、そこには大昔から現在にかけて多彩な歴史があり、いろんな人たちがいた。 ヨーロッパ人、アメリカ先住民、アフリカ人、アジア人、アラブ人や、その他多様な人種による多彩な歴史により、現在のベネズエラの基礎が出来上がった。多くの先住民はメスティーソに吸収されたが、吸収されなかった残りの50万人は、現在85以上の独特な文化を持っている。ヨーロッパ人移民は、主にスペイン人入植者であるが、他にも二十世紀中頃、 ベネズエラで石油産業が盛んになった時に、ポルトガル人、イタリア人、ドイツ人、アメリカ人などのヨーロッパ人の子孫も多くやってきて、次第にその人数を伸ばしていった。少数ではあるが、第二次世界大戦と冷戦時に、フランス人、イギリス人、ポーランド人の子孫もやってきた。奴隷として、黒人アフリカ人も16世紀前半にやってきて、奴隷は19世紀までいたが、 主に海岸沿いの定地に住んでいた。その他にはアジア人、主にレバノン出身の中東人、シリア人、アラブ人、南スペイン出身のユダヤ人、イスラエル人、中央ヨーロッパの国々の人、中国や日本などの東アジア人、ドミニカ人、ハイチ人、キューバ人、ペリュー人、アルゼンチン人、ウルグアイ人、チリ人、エクアドル人、コロンビア人などがいる。 ベネズエラで戦争があった頃多くの難民がベネズエラへ入国してきて社会がとても不安定な中、この人たちは労働力や国内経済に大きく貢献した。現在、評論家のダンブロージョや他の学者の話では、ベネズエラ人の約51.6%はメスティーソであり、45%が白人で2%が黒人で1%がインディアンである。 学者たちの間では、実際ベネズエラにはすごく肌の色の濃い黒人を含め、純粋な黒人は全く存在しないという説があり、バーラベントではそれを確認することができる。そしてすごく肌の色の濃い黒人は、最近やってきた移民家その子孫である、黒人ベネズエラ人である。さらに、2008年に、ブラジリア大学で行われた常染色体の研究によると、 ベネズエラの人の遺伝子構成は、ヨーロッパ系が60.60% 60で、アメリカ先住民系が23%で、アフリカ系が16%とされている。ベネズエラの人口はおよそ2800万人である。ブラジル、メキシコ、コロンビア、アルゼンチン、ペルーに次いで、ラテンアメリカで6番目に人口が多く、約100万人を超える人たちは他国に住んでいる。 90%を超える人たちが都市部に住んでおり、この数字は世界平均を大きく超えており、ベネズエラ人の識字率は98%であり、これも世界平均を大きく超えているが、人口増加率は世界平均をわずかに超えている程度である。その理由は、ベネズエラ人は若者が多く、幼児死亡率が高いが主な原因である。 14歳以下の人は30%で65歳以上の人はたったの4%である。ベネズエラは多彩な歴史があり、いろんな民族がベネズエラの至るところに住んでいる。様々な歴史的過程を経て、現在のヨーロッパ系移民、アメリカ先住民、アフリカ人、アジア人、アラブ人や他の移民によるベネズエラが出来上がった。ヨーロッパ人とアフリカ人の移人主導士の結婚が、 盛んに行われたため、多くの先住民は、メスティーソとなった。メスティーソは全人口の半分以上を占める。ベネズエラでの常染色体の構成は、ヨーロッパ系が60.60% 60で、先住民系が23%で、アフリカ系が16.30%である。ヨーロッパからの移民の多くは、スペイン人入植者であったが、20世紀中頃ポルトガル人、イタリア人、 ドイツ人などのヨーロッパ系移民も、石油産業の発展により多くの人がやってきた。それより、かなり少ない人数ではあるが、フランス人、イギリス人、ポーランド人、ロシア人、ギリシア人、北欧人、ルーマニア人、ウクライナ人、ハンガリー人も、第二次世界大戦と冷戦時にやってきた。 30万人のイタリア人と同じく30万人のスペイン人も1940年代と1950年代にやってきた。1940年代は特に1930年代にあったスペイン内乱から逃れた人たちである。ヨーロッパからの移民のほぼ半数はベネズエラ北部にあるオリノコガー流域の都市部であるグレーターカーコス、マラカイボ、バレンシア、レッチャー、 バーキシメト、キャビューアデール、コロニアトバー、プントフィホやアンデス山脈周辺、マルガリータ島、アラヤ半島に住んでいる。彼らはベネズエラの人口のほぼ半分を占めている。黒人のアフリカ人は奴隷としてやってきた。その多くは沿岸部の低地に住み、16世紀初めから19世紀半ばまでいた。 彼らは、奴隷として、農場で働き、大箱、ココア、タバコ、砂糖、キビ、綿花を、イースタンファルコン州のアロア・バレー、リトラル・バルゴアンス、スールデル・ラゴ地区のジブラルタル、ボブ・ユアーズ、パルムリと、植民地時代に奴隷が逃亡して山間部や人里、離れたところにコミュニティを作ったアセベド、アンドレ・スベッド、ブライアン、ブローズ、パイスジ地区にあるシエラ・デ・ファルコン、バーラベント地区、 オークマー・デラ・コスタ、カーニー、アフリカ系トリニダードも移住したエルカヤを、パリア・ピー・ニスラや、ロスリャノにそれぞれ少数、または、ある程度の人数で住んだが、それらの地域以外にも住んだ人もいた。黒人のアフリカ系ベネズエラ人は、全人口の3.6%を占めている。スペインの征服によって、現在のベネズエラができる前、この地は、いろいろな先住民の故郷であった。 現在50以上の先住民グループがベネズエラに住んでいるが、彼らはアラワカン語、キャロバン語、チブキン語などを話す。純粋なアメリカ先住民は全人口の2%を占める。S のローグデータベースには、ベネズエラの言語として101の言語が登録され、そのうちの80が実際に話されている。現在、先住民は、 ベネズエラの面積の半分を占めているが、人口はたったの2%程度というグアヤナ地区のオリノコ南部とズリア州、アプレ州、東地区、オリノコデルタに住んでいる。アラブ人のベネズエラへの移住は19世紀から20世紀にかけて始まった。彼らは主にレバノン、シリア、パレスチナからやってきた。主に都市部のマルガリータ島からやってきて、 ベネズエラの全人口の約5%を占めている。イスラエルはアメリカ合衆国や他の国々と同様多くのベネズエラ人ユダヤ教徒が選ぶ場所である。ベネズウェイランインスティチュート・オブ・スタティスティックスによると約100万人のベネズエラ人はシリア出身で2万人以上のベネズエラ人はダマスカスのベネズエラ大使館で国籍の登録をした。 他の資料によると約6万人のシリア系ベネズエラ人がシリアに住んでいるとされる。スワイダ地区の20万人以上の人がベネズエラ市民権を持っており、その多くが100年以上前にベネズエラへ移住してきたドゥリューズ派の人たちである。その他のグループで大きなところは中国本土、インド、日本、韓国からの移民もしくは子孫である。 最初の移民の波は1847年に始まり、主に、関東人であった。2番目の波は1940年代と1950年代の、初めにあり、中国人や日本人が移民してきた。オイルブームと共に1970年代中盤に、ピークに達し、韓国人とインド人移民が、ベネズエラで、新しいグループを形成した。 アジア人はベネズエラ全人口の約1%を占めている。アメリカ大陸の中でベネズエラは中国人が4番目に多い国である。2011年国勢調査によるとベネズエラ人の88.3%はキリスト教徒で88.3%の内訳は71%がカトリックで17%がプロテスタントで残りがボルモン教である。 特に自分の宗教を持っていないベネズエラ人は9%であり、ほぼ3%の人たちがその他の宗教を信じている。ありがとうございます。